カンタベリー大主教、マシュー・パーカーの肖像ナグスヘッドの作り話は、カンタベリー大主教、マシュー・パーカーは厳粛な性別を受けていない代わりに、ナグスヘッドの酒場で聖書を頭に乗せながら、性別をされた、と主張した作り話。この話は、パーカーが性別された40年以上も、後に作られ、ローマ・カトリック圏に広まり、20世紀になって真実が、広まるまで本当と思われていた。 エリザベス一世の統治において、最初の礼拝統一法が可決された際、14人の主教たちはその地位を追われ、ランダフ主教を除くすべての主教が空位となった。ここで問題となったのが、どのようにして、首都継承を途切れさせずに性別を行うかということで、あったが、ランダフ主教は、新しいカンタベリー大主教の性別を務めることを拒否した。その後、 パーカーは大主教に選ばれた。ナグスヘッドにおいて、下品な性別が行われたという作り話は、実際の性別より40年も後である1604年に、イエズスカイ所属のクリストファー・ホーリーウッドによって、作られたと見られている。このプロパガンダによれば、さきのチチェスター主教であるジョン・スコーリーは呼び出されて、チープサイドにあるナグスヘッドの酒場で性別を務めたと、いう。 そこでパーカーはおそらく、スコーリーが、テイクザウオソリティツープリーチザワードオブゴット、シンシアリーという馬聖書を頭の上に置きながら性別されたという。この話は後に、ランベスパレスのチャペルにいたパーカーの性別を見ていた、人たちによる多数の記述をもって、嘘だとして跳ね付けられた。これらによれば、ナグスヘッドで起こったのは性別ではなく、 それに参加した人たちがその後そこで夕食をとったに過ぎないという。さらにスコーリーだけではなくウィリアム・バロー、マイルス・カバーデール、そしてジョン・ホジキンスの4人全員が性別を行っているということもわかっている。現代に近い19世紀後半に至ってもスリランカのような国では無節操な論客によって、この作り話は依然として事実として語られていた。ありがとうございます。